今日はですね、自治体が急募の人材を把握し合格する PR 術を教えたいなと思います。今日の方法はですね、効果抜群、あなたの合格率がぐっと上がる自己 PR 方法っていうものを教えます。タイトルに PR 術とついているのですが、実は今回の方法は志望動機あるいは自己 PR どちらかに使用することが可能です。例えば A 市役所で今後情報政策に関する取り組みに力を入れようということが重点施策になっている場合は、私がこれまで培ってきた IT の会社にいた経験だとかスキルを活用して情報施策に力を入れている A 市役所で働きたいとすることもできますし、私が前職で培ってきた IT 系企業の経験スキルを活かして、で A 市役所の重点施策として掲げている情報政策などに活用していきたいという自己 PR も使うことができます。なので今回の方法はですね、自己 PR として使うか、あるいは志望動機として使うか、どちらかに使うことが可能となっております。自治体研究まず行うんですけど、具体的な方法を順番に紹介していきますね。まずですね、自治体研究によってその自治体が急募する人材を把握します。そして私はその急募する人材となりうる能力を持っていますとアピールすることで合格する方法、これが今回紹介する自己 PR 術となります。これですね、ぜひ公務員の人気が高まっている中、この方法を使ってで自治体が求めている人材ドンピシャであるということのアピール、うまいこと成功してですね、合格勝ち取ってほしいと思います。はい、では次に進みますね。でまずその具体的方法なんですけど、その自治体が求めている自治体が急募している人物像を把握する方法ですね。まず1番目は自治体の採用区分をチェックするということです。例えば、例年行政職だけの採用だったのに、今年になって行政括弧 IT だとか行政括弧法務という特殊な区分が突然出てきた場合、その分野に精通した人材を急募している状況です。特にこの行政括弧 IT って設ける自治体結構増えてきています。私の自治体もですね、行政括弧 IT っていう、そういう区分で募集はしていなかったんですけど、市役所の実態を見るとこの IT 系に精通した職員というものがものすごく人手不足になっている状況でですね、それで昨年度の試験でも行政という職種で募集していながら情報系の会社にいた方早速採用されました。まあ、それぐらい結構引く手あまたになってきてるんですよ。なんでかっていうと、今自治体ではこういった IT 系の知識が求められる業務増えているんです。働き方改革で AI の技術を使った議事録のソフトウェアを企業と連携して活用したり、あるいは、他にですね、 RPA ロボットプロセッシングオートメーションっていうんですけど、まあ簡単に言うと、IT の技術を使って、仕事を自動化して効率化するっていう、こういった業務ですね、働き方改革でどこの自治体も推進しているんですけど、まあ、そういった業務をやるときにはやっぱりこの IT の技術がある方、 IT の知識がある方求めています。また、行政括弧法務、これも結構重要なんですよ。例えば空き家対策です。空き家対策は今既存の、行政職の職員だけでは対応できない仕事っていうのが結構増えてきています。例えばその危険空き家の撤去ですよね。危険空き家の、除却をするときには個人の権利が絡んでいるので、司法書士の方の力だったり弁護士の方の力が必要だったりします。私も空き家対策これまで担当していたのですが、やっぱり司法書士の方に頼んだり弁護士の方に頼んだりしてですね、その多大な時間と費用をかけてようやく一件危険空き家対応できたという、そういった経験があります。で、危険空き家の他にもさまざまな、こういった特殊な法務に関する資格が求められる仕事が市役所で増えているので、司法書士の資格を持っている方、弁護士の資格を持っている方には、ぜひこの法務っていう区分を受けてくださいということで作っている自治体があるんですよ。
で、例えばこういった急募している採用区分だと特に受ける方限られているので、倍率がとある自治体だと行政 IT 区分も2倍で法務区分も2倍しかなかったっていう、まあ、そんな状況です。結構穴場になってるんです。これがまず一番分かりやすい方法。はい、そして次、自治体の重点施策をチェック。これがですね、資格持っていない方でも十分使える方法なんですよ。はい、例えばですよ、志望する自治体名プラス重点施策とか、希望する重大、希望する自治体名プラス重点事業と Google で検索すると、その自治体が今力を入れている重点施策、あるいはその志望している自治体が今後力を入れたい事業というものが出てきます。あるいはですね、こういった Google 検索で出てこない場合は自治体のウェブサイトに行って、自治体大抵検索窓どこも設けられているんで、そこで重点と調べると重点事業とか重点施策が出てきたりします。まあ具体、出すとですね、例えば、富山市、富山県富山市ですね、令和2年度の新規重点施策を確認してみたところ、 Google でですよ、富山市重点事業って Google 検索してみたんですよ。すると次のように出てきました。はい、富山市の令和2年度重点事業を、こんな感じで出てきます。ちょっと長いんですけど、まあ、1番目は公共施設の再編整備にかかる複合化事業への支援について、まあ、1番目つまり、公共施設無駄なものなど全部再編して、で、一つの大きな施設にまとめること、これを行おうというのが1番目で、2番目がデータ利活用型スマートシティ推進事業への推進について。このスマートシティ推進事業って今後もホットワードになるのでちょっと赤文字になってます。まあ、スマートシティというのは IT を活用した街づくりに力を入れているということですね。で、まあ、3番目が SDGs のゴールにも掲げられている海洋環境の保全を図る、まあ、いわゆる海洋環境ですね、環境保全に関することになります。はい、そしてこの、2番目にありましたスマートシティ構想、これが富山市の令和2年度の重点事業として入っています。で、このスマートシティ構想って、まあ、簡単に説明すると IT を活用して都市の諸問題を分析解決するんです。で、都市の諸問題を分析解決することで生活の向上だとか経済の活性化、行政の信頼性透明性向上を図るっていう、こういった取り組みになっております。で、富山市がこういったスマートシティ構想を力を入れるっていうことであれば、例えば前職 IT あるいは大学で情報系専攻していたという方はですね、重点施策として取り組むスマートシティ構想にこれまでの経験を生かして携わることができますと PR すると効果的なんですよ。ここが本当に大事、すごい大事なんですよ。で、例えばですよ、その前職が広告代理店の方、観光に力を入れていて地域資源を大都市圏に売り込むことを力を入れている自治体、こういった自治体を志望するとですね、まさに自治体が急募している欲しい人材とあなたの前職で培ったスキルがマッチングする可能性高い、つまり合格する可能性が高まるということなんです。小さな規模の自治体だと重点事業、重点施策をあまり出していないところがあります。はい、でこういったあまり重点事業、重点施策をウェブサイトに出していない自治体の場合はですね、広報誌をチェックしてみてください。その例、では、広報4月号など今年度予算の概要が掲載されている広報誌、これを読むとですね、その自治体が今後力を入れたい事業っていうものは分かったりします。例えばですよ、北海道の帯広市、ウェブサイトに重点施策は載っていなかったんですけど、平成31年の4月号の広報と令和2年の4月号の広報を確認するとですね、と、首都圏のプロモーションを継続して行っているということが分かります。これがですね、帯広市の重点施策に掲げられているんですよ。
そうすると、自分もですね、その市の重点事業として掲げる首都圏のプロモーションなどにこれまで広告代理店などで培ってきた経験を生かしたいっていうと、ああまさに私たちが求めている人材だとマッチングする可能性が高いです。はい。で、他に、まあ、帯広市はですね、その4月号の広報を見ると、例えばその十勝平野の食の付加価値を測る事業、これも継続して力を入れています。だからそうするとですね、例えばその農業系の学部にいる方とか、あるいは全然関係ない学部でも、そういった6次産業化の研究を行ってきた方、論文などでですね、特に観光系の学部の他に、最近は小学部、経済学部でも6次産業化とか、そういった論文テーマを作っている方いますけど、こういった研究をしてきた方はですね、ぜひ私はこういった6次産業の振興に興味があって、で帯広市は食の高付加価値の、向上っていうものに他の自治体よりも力を入れていると、で、ぜひその私がこれまで、研究をしてきた、知識だとか、私のその6次産業化に関するやっぱ熱意っていうものが人一倍ありますので、農業と食のブランド化に力を入れている帯広市に貢献したい、こういう伝え方もするとですね、帯広市の方は、はあ、なかなか私たちの志望し、私たちが力を入れていることを分かってくれてるなって心に刺さる自己 PR になったりします。はい、いいですか、その市役所は慈善団体ではありません。市民からいただいた血税をですね、市、事業者、市民にとって社会的に長期的に利益が見込める事業を実施しなければなりません。だからこそ、ただ自分の興味ある分野を述べるのではなく、自治体側が強く解決したい分野、領域、そしてその分野、領域で活躍できる人材であると PR した方が圧倒的に効果的であるということでございます。ぜひその今回のその PR の方法、 PR の作り方っていうものを参考に作ってもらえればいいかなと思います。はい、まあ、まとめますけど、自治体が求める人物像を重点施策を把握することで、自分の経歴がその重点施策に活かせると、自治体が求めている、急募している人物像にマッチングできるということをぜひ念頭において自己 PR を作ってほしいなと思います。はい、で、ここで一つ注意点なんですけど、実は志望動機、いくつも作り方のパターンがあります。よく、どこかの予備校では、必ずその興味のある分野を書いて、で、その分野にこれまでの持ち前の能力を生かすことができるから何々市を志望しました、このテンプレートを使ってくださいと教えてるところあるんですけど、読み手側ってやっぱり人間なので、たった一つのテンプレートで対応できるほど公務員の試験って甘くないです。なので、その人の経歴だとか、その人が公務員を志望したきっかけによって、私いくつか志望動機のパターンっていうものを用意した上で心の中で流用指導をしています。で、今回は、いくつかあるパターンのうち一つ、志望動機だとか自己 PR の作り方を、教えたんです。まあ、ただこの方法を、全員が全員やっぱ使えるっていうわけではないので、無理にその今紹介した方法を使ったから、使っていなかったから落ちるというわけではないです。はい、まあ、他の動画でも志望動機具体例出しているものがあったりするので、ぜひそれも参考にしてほしいなと思います。ここでまた最新の自治対策を、行いたいなと思います。このコロナ危機から自治体を救うスマートシティ構想、先ほどですね、富山市の事例でスマートシティという単語が出たので、ぜひぜひこの単語を、これから公務員受験する方には知ってほしいなと思います。はい、それでは解説をしますね。はい、まあ、最近当チャンネルでも、継続して話題にしている、まあ、コロナ題なんですけど、今回はですね、そのコロナウイルスの解決策の集大成ともいえる
スマートシティ構想なんですよ。もう絶対自治対策として覚えておいてください。その今後自治体が取り組むべき施策として、どこの自治体も注目しているホットワードなんですよ。まずスマートシティとは、スマートシティとは都市が抱える諸問題に対して ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント、計画、整備、管理、運営が行われ、全体最適化が図られる持続的な都市。さあ、長い定義です。これを聞いても、なかなか IT の知識がない方は何のことやって思うでしょう。はい。で、引き続き説明しますね。わかりやすく。まずじゃあこのスマートシティ、スマートシティが実現すると次の効果が見込まれます。先ほどの富山市の事例でもちょっと説明しましたけど、まずスマートシティ実現すると1番目生活の質向上します。そして2番目経済の活性化が行われます。3番目行政の信頼性透明性の向上が図られます。さあこれはですね、具体的にさらに説明していきますよ。例えば、富山市の場合、富山市の場合は総務省のデータ利活用型スマートシティ推進事業補助金を利用した上でですね、新たな通信インフラを居住地域に張り巡らせ、次の事業を行っています。子どもを見守る地域連携事業、これがですねスマートシティの、スマートシティ構想の、まず先駆けとなる事例なので詳しく説明しましょう。これはですね、子どもを見守る地域連携事業とは、子どもにセンサー付きのデバイスを持たせて、で、その新たに整備した、この国の補助金を使って整備したインフラを使って登下校時の移動ルートを収集分析するという試みなんですよ。でこれによって、例えばショッピングセンター内の駐車場を自動が通っていたり、あるいは工事している現場などが分かったりするんですよ。でそのデータを使って、これまでに分からなかった子どもの登下校時のルートっていうものを正確に把握した上で、効率的に子どもたちを見守る体制を作ろうといった事業になっております。で、これがまず富山市先駆けで行っている事業なんですけど、まだまだスマートシティっていうのはこれで終わりません。スマートシティは複雑化する行政課題を効率的に解決する可能性を秘めているんです。もう一つ事例出します。千葉県柏の葉キャンパスシティというスマートシティ構想知ってますか？これはですね、リストバンド型の、ライフレコーダーつけるんですよ。なんか iWatch みたいなものつけたりして、でこれ通信機能を持っていて、それでですね、例えばその通信機能付きの、デジタル通信機器をネットワーク経由で、健康データ分析システムに収集するっていう、そんなことを行ったりします。例えば歩数だとか、あるいは移動したルートだとか移動した距離、こういったデータなどをこの、スマートウォッチみたいな、機械をつけてですね、情報収集するわけなんです。でこうやって市民の健康状態をデータ収集した結果、その人の健康状態というものを正確に把握することができる、一人一人の健康状態を正確に把握することができます。例えばあなた最近歩いていませんよとか、そういうアラームを送ったりとかいうのもできるようになるかもしれません。で、こういった巨大な、ビッグデータを収集してですね、でそれを分析して課題を解決図るという取り組みを行う通信インフラを整備することでですね、予防医療というものを効率的に行うことができるようになります。つまり医療費の削減に効果が見込めるようになる可能性を秘めているわけです。はい。であとはですね、海外の事例になるんですけど、海外では教材をクラウド、誰でもアクセスできる共通 の、 そのサーバーに保存して、で子どもたちがデバイスを使ってどこでも教材ダウンロードして、で本が読めるという、こういった体制作りをしているところもあります。まさにですね、今回のようなコロナウイルスの騒動が起こったとしても難なく対応できる都市環境が想像できる、これがスマートシティ構想のすごいところなんですよ。
で、もちろんその通信インフラの整備など初期投資がかかるので資金面、小さい自治体などは特に考慮する必要があると思います。なのでですね、例えばですよ、その公務員試験のグループディスカッションで使うときには富山市のように国の補助金を活用するとか、あるいは企業と連携して共同出資するとか、まあ、そういった感じで初期投資をなんとか減らすように工夫する必要があります。まあ、これがスマートシティの課題ですね。はい。で、ただですね、今後も見逃すことができない。さっき SDGs っていう単語も出てきたけど、あれも見逃すことできないんですけど、まあ、別の動画で紹介しているので SDGs はその動画見ていただくとして、スマートシティ、これもですね、民間行政関わらずかなりトレンドになってきている用語なので、しっかりと覚えておいてください。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。